ちゃ惜しかった。惜しい。え、見た？めっちゃ惜しかった。私行ったと思って、タックの目もギューってなってた。めっちゃ気になることが入ってるけど。これは炭酸が出る蛇口でございます。はい。ちょっと飲んでみるわ。うん、どんなもんか。見た感じ普通やけどね。シュワシュワしてるん、手に入れたら。おお、めっちゃ炭酸。そう、この前と違う。この前より違う。そうなんや。だから見て。この源泉または小川の流れに手か足を入れてください、うん、あなたは30秒間入れますか？え、痛いってこと？ほんまや。刺激があるってこと。ほんまや、すげえ。めっちゃ冷たい。めっちゃ冷たい。うん、マッチぐらいじゃん。マッチの方の判断でした？いや、わからんって言って。リサンさんだ。まあ、でもあるね、結構。すごい。え、この川の流れに出てみようよ。ね。これ。30秒間、よーい、スタート。普通に冷たいから無理。めっちゃ冷たい。やばー。すごいね、さっきから。いくね、もう一回、もう一回。冷たさでようわからん。30秒つけれるかどうか、冷たさで無理でしたっていうことです。ほんまにほんまに。確かにパワーエグいな。めっちゃやりたいやん。できんもん。できたー。一個も乗れへん。0点や。マジで。真上。めっちゃやってほしい。めっちゃむずい。いいよ。惜しい。え、見た？めっちゃ惜しかった。私行ったと思って、さっきの目もギューってなってた。ここが冬場とかまだ寒い時は、多分この水がさ、温水も混ざってるから、そうそう。霧がかっこいいっていうことじゃない？いつ見ても綺麗もんだ。まあでも由布岳とかこうちょっと見ながらみたいな感じじゃん。なんなんこれ。日本の息やと思われへん。東南アジア来たんだよ。めっちゃ可愛い。なんか外国みたい、イギリスとかみたいやね。めっちゃ可愛い。ジブリ推し。うん。ねえ、可愛い。動物がいっぱいおるな。うん、あ、餌に反応したダックン。すごいね、ちゃんと見てるんやな。はい、湯布院の締めくくりは。公衆浴場へ。やはりね、温泉に入らなな。人おるかな。はい。一人200円。夜10時まで開いてんねんで、うん。はい、ありがとうございます。はい、いってらっしゃい。はい。楽しんでおくんなし。はい、さいなら。さっさと行って。おお、いいですね。はい、すっきりさっぱりです。結構長湯しちゃったね。めっちゃな。あ、やっぱお風呂最高や。レイちゃんが長くなると見越して、うん、めっちゃ水入ったりお湯入ったりして。水入る？水浴びたり。あ、男の人だけ水風呂あるんかと思った。水がキンキンで最高やね。最後に私20杯ぐらい浴びたからもうすっきりよ。なあ、でも汗かかんようにキンキンに冷えすぎ。よし、ご飯食べましょう。いや、ここめっちゃ綺麗しいいわ。最高や。来てください。捕まりますよ。暑くてどうでしたか、無料の温泉は。最高でした。明日6時半からやってるらしいよ。来るかな。来ちゃう。来るかもしれない。ちょっと半分ですね。いいな、こんなの家の近所にあって。お湯めっちゃいい感じだったよ、たまたま。メタケイさん700近いからね。しかも水もあったし。あ、そう。歯磨きもしていい感じだし。めっちゃいいじゃん。全然余裕やった。誰も飲んでってくれた。あ、そう。どうですか？どういう感じ？濃厚？うん、なんか香ばしい感じって。ああ、じゃあカラメルがな。うん。プリンはしっかりしてるからね。ああ、硬いんや。地獄蒸しでよく蒸されてるんやな、きっと。そんななんか甘くない。プリンが甘くない。あっさりやけどカラメルが濃いんですね。やばー。やばい。すごー。え、これ泥やんな。そういうこと。うん？水が赤いんやと思ってた。沈殿してるものが赤い。そうじゃない？なんか泥っぽくない？あ、そう。あ、でもあっちはこう混ざってるけど、こっちはもう沈殿してそこが赤いんや。そう、多分。すごい怖ー。すごー。ここはまあまあまあ赤いん、これって赤いんかな。どうですか？いいぐらい。ほんま？あ、いい温度。めっちゃいい温度やわ。シーハーが 2.8。エタケイさんなんやった？200ぐらい。ちょっとぬるっとしてるね。入れんのかな、どうなんかな。すごいよ大分、競輪場にもお風呂あるし、公園にもお風呂あるし、あと何？だからいろんなところにとにかくあるよね。うん、喫茶店にもあるし、うん、なんかノイとかもどっかの会社の私有地にあるとかさ、うん、これじゃない、これお寺？ここはお寺の中にあるお風呂を使わせていただけるということで、あ、ほんまやほんまや、行きましょう。名前を書きに行くんかな、よく分からんけど行ってみよう。薬師の湯ですか？お邪魔します。素晴らしいんですけど、ここ本当に借りていいの？めっちゃ良くない？暑い？よし、ではお世話になります。はい、すっきり。まだお昼やからな。なあ、こんな時間に温まったら大変やで、汗止まらんで。あ、でもこの後もお風呂入れるから。うん。入れるだけ入ろう。いや、もう、とろっとしてたしさ、ちょっと塩味もあって。な。いいお湯っていう感じ、なんか、ちょっと汗でベタベタやけど、今。うん。あの、スパーってつるんないから。なあ。またお世話になりましょう、大分に来たら。はい。も朝から温泉ですここはさ、朝しか入ってないっていうから、12時には閉まっちゃうんやったっけ。そうか、そう、こんな真夏にさ、セミ鳴いて太陽さんさんと照ってる時にもう入りたくないけど、でもそれでも入りたい温泉からしょうがない。そうやね。はい、ということで行きましょう。はいはい、はい、ここはここは、うん、高齢温泉ってもうこの字手じゃない、見て、うん、字の通り、はい、泥温泉。もう一個有名なところがあんねんけど、うん、別府といえばのね、うん、だけどこっちは毎日お湯きれいに、お湯も泥も入れ替えてんねんて。そうだからどうせ入るならこうやった時に手とかない方がいいなと。そう、まあ、お湯がきれいっていうのもあるし、あっちは混浴やからさ、そうね、まあ、泥の中に入っちゃえば体見えへんっていう噂やけど、やっぱりちょっと抵抗があるのでこっちに来ました。はい、行きましょう。12時に閉まるから急いで急いで。いい、出た、めっちゃ気持ちよかったな。やばい、コメントしとるけどめっちゃカメラ揺れてる。で、気持ちよかったね。気持ちよかったね。ちょっと900円って言ったら別府界隈では結構高い方だって、100円からあるやん。まあ、無料もあるし、超高級。めっちゃ高い分変な人も来へんやろし、めっちゃ綺麗にしてるし、気持ち悪さゼロやったもん。うん、選出がいいよな。うん、めっちゃなんか泥って言ってもサラサラ、でも入ったそばからテカ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 ツルツルになる。めっちゃおすすめです。また来たい。また来ましょうね。これ悩んでる？まだこれとこれは決まり。それ3個目じゃああと1個。意味が分かれへん。1個398円は4個で1050円。出血大サービスすぎやんやばいねんけど。4個目無料やん3個で割り引いて4個目もついでにもう1個持ってっていいよ。ああ、いい買い物したお酒飲む人みたいなね。お母さんもこれでビールが飲めるねコーラが進むな。お茶お茶かお水経済的やな。